皆さんこんにちは、黒マナです。今回はウーマンズダンクローネクストネイチャーのジムレッドの紹介をします。よろしくお願いします。今回のこちらのスニーカー、見た目はね、何の変哲もないダンクローなんですけど、ん？いや、これ赤白っていうことはあれですね、人気のカレッジカラーのセントジョーンズ大学のカラーでした。カラーは全然平凡じゃないですね。どうしよう、カラーはね平凡じゃなかったんですが、形はね普通のダンクローじゃないですか。で、今回ネクストネイチャーということで、素材がねリサイクル素材なんですよね。このねインソールに印字されたスウッシュが8つ並んだ風車のマーク、これはねナイキのムーブトゥーゼロという取り組み、炭素と廃棄物の排出量をゼロにすることを目指すということを示したマークだそうです。ナイキが発売しているサステナブル素材を使ったスニーカーのインソールには稀に例外はあるものの、このロゴがねプリントされていることが多いようです。で、今回廃棄物削減を意識してたと思うんですが、包み紙は入ってませんでした。今回このダンク、もうねソールが見るからにサステナブル素材という感じです。いろんなカラーが混ざり合ってできた再生された感じのゴムが使われてます。アウトソールのカラーはジムレッドではなくて、深みのあるワインレッドっぽい感じでした。で、こちらアッパーは合皮です。いつものダンクは天然皮革なのですが、今回はリサイクルポリが使われた革だそうです。で、カラーは最初にお伝えした通り、人気のカレッジカラーであるセントジョーンズと一緒で、ジムレッドとホワイトで構成されています。で、こちらのスニーカー、もうね明らかにいつものダンクよりも軽いです。実際に測ってみたら 60g も違いました。足の負担がだいぶないんじゃないかな。なんですけどね、この革がね、履きじわだとかね、履いているうちにどんな風になっていくのかが、まあ、気になるところです。まあ、履きじわうんぬん言ってるんですけど、ちょっとまだ履いてないので、とりあえず履いてきます。やっぱり赤と白という組み合わせ、カラーの主張がね結構すごいですね。一応ね、服の方に赤のワンポイントを入れて合わせてみたんですけど、ちょっとねあまりにも暑すぎてすぐ脱ぎました。いや、ほんまにね寒いの苦手なんで、もうようやくね過ごしやすい季節になるなって感じです。特にね、こっからの時期は結構白いトップスを着ると思うので、こうやってね白とカラーのねツートンっていうのは本当にね重宝するスニーカーなので、当たってラッキーでした。かっこいいナイキでサステナブル素材のスニーカーを買ったのは、このねビリーコラボのエアジョーダン1 KO に続いて2足目です。ビリーコラボのエアジョーダン1 KO を見た時は、リサイクル素材感っていうのはねそこまで感じなかったんですけどね。いや、めっちゃ嘘ついた。これね、やっぱりエアジョーダン1に比べたらだいぶビニールっぽい革です。今回のダンクはこのねビリーと比べると、ちょっとね革の部分にシワっぽい加工がされているので、ビリーコラボに比べるとだいぶねビニール感は和らいでます。でもね、このシワっぽい加工がされているのは赤の部分だけなので、ホワイトの部分はちょっと怪しいです。ついでにね、もう1点だけあれと思った部分がありまして、ソールのね質感です。これね、なんかね触ったことがある感じなんですよね。アディダスとショーン・ウェザースプーンがコラボをしていたスーパーアースっていうスニーカーがあったんですけど、このスニーカーとちょっとソールの感じが似てます。なんかね、言葉ではね伝えにくいんですけど、若干手にへばりついてくるような粘土っぽい感じ、この感じはね汚れがねまとわりつきやすいんですよね。ちょっとね今着画を撮ってきたんですけど、このソール全然苦手な感じじゃなかったです。むしろ普通のダンクよりも手入れがしやすくてびっくりしました。これ見てください、ウェットティッシュでさーっと拭いただけなんですけど、アウトソールのね黒ずみなくなったんですよね。こんなにね綺麗になることってなかなかないのでびっくりでした。しかもねやっぱり軽いし、このね合皮ここねめっちゃ柔らかくて歩きやすかったです。柔らかいからかね、もう結構履き地はついちゃったんですけど、どうですかね。私はねこの履き地は全然嫌な感じじゃないんですよね。だってこんなね曲がんのにこんだけしかつかないんですよね。
まあね、今後時間が経つにつれてどうなっていくかっていうのはちょっと分かんないんですけど、今のところはサステナブル素材だからここが嫌だとかはなかったですね。どうしてもね、天然比較がいいんやっていう方とかおられると思うんですけど、私は今のところスニーカーに求める一番ってデザインなの で、こんなかっこよくて地球に優しいなら万々歳です。最近ここ数年かな、 ESG っていう言葉が出てきて、なんか企業ってね、環境保全のね活動をしないといけないような流れになってるんですよね。アディダスは2024年までに使ってるポリエステルを全てね再生のものにするっていう風なことを言ってるんですけど、まあ、ナイキもトップの会社なので、まあ、今後何かしら、まあ、環境保全の動きってしなあかんと思いますし、まあ、どんな流れになるかっていうのは分かんないんですけど、まあ、とりあえずね、今回のサステナブル素材のダンクに関してはこんな感じなので、まあ、今後もしかするとこういう商品のリリースがね、もっと増えてくるかもしれないので、ぜひご参考にしていただけると幸いです。ということで、じゃあねー。